本日のイベントは、データに飲まれる経済学観光記念トークイベント経済学を取り戻そう失われた250年を超えてと題しまして、著者である前田博之先生をお招きし、先生によるご講演並びにご来場の皆様との交流を行う催しとなっております。また本イベントは、弊社から6月に刊行いたしました、データに飲まれる経済学と、パク水社様から出版されております経済学の壁の内容を題材としたタイアップイベントとなっております。ではトークに先立ちまして、私の方から、簡単に著者である前田博之先生のご紹介をさせていただきます。前田博之先生は、東京大学経済学部をご卒業後、日本経済新聞社にて経済部の記者、また経済解説部編集員としてご活躍された後、現在は学習院大学客員研究員、川村学園女子大学非常勤講師、ギラ総合研究開発機構政策競争の場プロジェクトパートナーを務めておられます。それでは前田先生よろしくお願いいたします。そうですね、ちょっと座ってお話をさせていただきます。よろしくお願いします。ご紹介いただきましたように、もともと私は新聞記者をと三十数年やっておりまして、で、最後の方は編集委員という肩書きになって、現場に行ってこういろんな話を聞いてくるということもやってたんですが、どちらかというとちょっと一歩引いて、全体の解説記事なんかを書くような仕事を、十数年やって、で、いい年になんかなってきましてですね、そろそろそういう世界からも足を洗ってですね、もうちょっとこうしっかり本を読んだり自分で研究をしたりっていうことの方に軸足を置きたいなということで、2021年ですね、まだコロナがすごい激しかった時期ですけども、一応独立ということで、で現在は大学の仕事とか、あるいはその研究機関の仕事なんかのお手伝いをしながら、文筆家というふうに名乗りましてですね、こういう執筆の仕事なんかもさせていただいていると。取り戻そうっていうタイトルですね。でこれで皆さんがどういう印象を持ったかというのをちょっと逆に後で、お聞きしたいぐらいなんですけども、自分としてはこれでちょっと多少は集客効果があるかなと思ってやったんですけども、あまり人が集まらなかったりしてですね、あまりこうまくいかなかったなというのが正直な感想なんですけども、どうしてこんなタイトルにしたのかというとですね、まずこの連想をするということでいうと、皆さんご記憶に新しいかもしれませんが、日本を取り戻すというのは、これ自民党ですね、安倍晋三さんが総裁選挙ですね、出たときに、まず最初にこれを言ったんですね。それでその後これで、総選挙ですね、野田首相のあれで解散をしたことによって、自民党が復活した時の選挙キャンペーンの時に、日本を取り戻すという、ことをやったんですね。で、この時このこと自体、どういうふうに安倍さんが言ってたかというと、これ民主党政権から日本を取り戻すという意味ではありません。あえて言うなら、これは戦後の歴史から日本という国を日本国民の手に取り戻す戦いでありますという説明をしたんですね。で、皆さんがこれに対してどういう感想を持つかですとして、選挙ではこれかなりうまくいったということだったんですね。で、その次ですけども、これはまさにイギリスが EU から離脱した時のキャンペーンの時の言葉でして、このコントロールを取り戻そう、テイクバックコントロールという言葉を使ったんですね。で、これはまさにその、EU に加盟していることによって、人の移動だとか法の権限とかですね、予算を、結構取られてしまうというようなことで、イギリス国民が結構不満を持ってたというところで、多くの国民の、心に、刺さったという、そんな感じで、使われた言葉なんですね。人間いろんなバイアスはあるんですけども、過去のことをですね、当時のことよりも理解して思い出す傾向がある。人間これ共通した傾向だと。で、これは先ほど私のフォルスである日経新聞で、私の履歴書というのは最終ページに載ってると思うんですけども、これもですね、私も実はその編集員というのは履歴書のページのお手伝いをするということなんで、ちょっとゴースト的な仕事をしてるわけですけども、その時にですね、大体やっぱりこう過去を美化してしまうんですね。で、これは別に悪いことじゃなくて、どんな人でもそうなんですね。
で逆にそのいや俺はこう実は昔は不良だったんだってことを言う人も結構逆に多いですね。で、まあ極端に美化する話もある一方で、そうやって自分は実はすごく昔は不良青年だったみたいなことを言う経営者の方が非常に多いんですけども、これはまあ人間のちょっとこう、特質といいますかですね、なんですね。でそのでつまり昔は良かったっていうところに取り戻すっていうところのそのこうキャッチフレーズはなんとなくこうまあアピールしやすいと。それからもう一つ、これはよく出てくるわけですけど、損失回避バイアスですね。これ大抵の方っていうのは、まあ、利益を得る喜びよりも何か失ってしまった痛みという方をより強く感じやすいという傾向があるので、ですので、まあ、取り戻すというスローガンにはですね、こうした人間の心理に作用する効果があるんだと。で、まあ、心理学で今日の、まあ、経済学の中の一分野である行動経済学というところにもですね、まあ、これはこういう研究分野としてあるということをちょっと知っていただきたいということで、これは話題です。でしかし、まあ、この作戦はうまくいかなかったということですね。興味関心を、はいはい、それで、で次ですね。でちょっともう本当に本題にこれ入ってきます。で、まあ、基本ですね、やっぱりこうやってこう定点観測をしてますとですね、経済学の歴史、まあ、ダム・スミスが国富論を書いたという年からですね、250年経ってるわけですけども、やはり250年というのは人類の歴史で言えば非常に短いんですね。しかしながらやはり250年もあってと言えるので、その間にですね、非常にこう理論実証両面でですね、専門文化がどんどん進んでしまっているということです。で、そうなるとですね、やはり解説書、まあ今日も並んでる中にそういう本もありますけども、専門家の方が書いてしまうと、どうしてもその自分の分野を深掘りしたような本にしか、まあ、出てくるので、それをパッと見てもですね、一体これ何を指しているのかっていうのをちょっとイメージしづらいということが多くてですね、ましてや経済学の場合やっぱり数式とかですね、まあ、データ的なものがたくさん並んでると、まあ特にギリシャ文字がたくさん並んで理論とか平理論とか出てくるとですね、それだけで多分ページを閉じてしまう人が非常に多いと思うんですけども、それでまあ経済学離れになってしまってるっていうことなんですが、実はですね、もうちょっとこう大元のところを見て、まあ、さっき申し上げたように、まあ、理論と実証の全体像どうなっているかということをですね、もうちょっとこう、俯瞰してみるということをやればですね、実はこの専門家の言ってることはここに当たるんだなっていうのを結構簡単に理解できるというふうに私は思っていますので、まあ、そういうヒントになるような本にしたいなと思って、まあ、2冊を書いたと、書かせていただいたという次第です。で、経済学についてで、まあ概観していくんですけども、実はすごく大きく変化しました。で先ほど、ね、ご紹介になったように、私学部時代はですね、一応経済学部、まあ、東大の経済で勉強してたわけですけども、当時は、まあ、小沢光雲さんが亡くなっちゃいましたけど、まあ、教授としていたりとかですね、まあ、小宮龍太郎さんとか、まあ、これも亡くなってしまいましたけども、ただマルクス経済学の大家である伊藤誠先生とかですね、まあ、そうたる人たちが、まあ、マルケと金、当時は現代経済学と近代経済学というふうに言ってましたので、近経と訳してましたけども、まあ、両陣営がだいたい半分半分ぐらいのイメージですね。で必須科目の中にマルクス経済学の講座もありました。まあ、マルクス経済学っていうタイトルをそのまま使ってませんでしたけども、まあ、そういう形で経済言論とかいう名前でそういう単位を取る形で半分半分ぐらいでした。で先ほどから言ってますように2010年代ぐらいから、記者として定点観測をし始めた時にふっと見るとですね、もうこのマルケ講座なるものは、まあ、大学によって若干違いますけど、かなりもう激減してほとんどなくなっている大学もある。それからマクロ経済学っていうと、まあ、皆さん世代によって、まあ、ケインズ経済学っていうことを、まあ、連想する方多いと思うんですが、これもかなり実は変わっていると。ゲーム理論、まあ、これ学部の最後の方、私これも勉強した記憶ありますけども、まあ、それ以上にもいろんなものが出てきている。それはまあ行動経済学なんかも最近の潮流として出てきている。それからこれは理論の話なんですけども、実は理論全般よりもこう実証ですね、実証分析を重視するという風潮もかなり強く出てきたということで、まあ、30年経って見てみると、まあ、かなりこう大きく変化しているということで、まあ、この経済学の壁の方ではそういう変化の様子も、まあ、分かるように、まあ説明したつもりであります。
それでじゃあ経済学とは何かということで、まずその話を進める前に、定義の仕方がそもそもその2種類大きく分けてあると。で、経済学と何かっていうと、まず何を対象にしている学問なのかっていうことでいうと、例えば、まあ、さっきも言いました社会学だったら社会を対象にしているし、政治学だったら政治だ、じゃあそういう思いで経済学は経済を対象にしているんだろうなという丸一の定義っていうのは、まあ、すんなり頭に入る方多いと思うんですね。でその中身をどういうふうに分類するかっていうと、経済の場合は、まあ、経済活動の、まあ、主役、経済主体なんていうふうに言いますけども、まあ、家計ですね、一般の個人とか家計、この企業の個々の活動に焦点が当てるのがミクロ経済学、それからもうちょっと景気とかですね、失業問題とか規制とかですね、こう、まあ、国と全体に関わる、まあ、国際経済も含めてですけど、マクロ経済学、まあ、ミクロとマクロに分かれていると、まあ、これが多分定義だろうというふうに普通に、まあ、考えるとそうだと思うんですけど、実は丸2の方がこの今の経済学の定義なんですね。これ主流派という人たち その、まあ、主流派というか標準経済学の定義はこの下の方ですね。どういうことかというと、まあ重要な意思決定に直面し選択を迫られている人間の行動の分析を出発点とすると。で、経済学に登場する人間というのはですね、まあ、明確な目的を持ってその目的をできる限り達成する選択をしようと、まあ、合理的な意思決定というふうな言い方をしますが、まあ、合理的な選択で、それをもとにその個人で、逆にこれミクロの延長にある動きなんですけども、これがまあ今の標準経済学の定義ですね。でこういうことの定義から出発してですね、数式なんかも活用しながらということですね。ですのでなんか1番が普通かななんて思って見てると、実は2番の方 でこれに関係する形でずっとこうギリシャ文字が並んでいくというものを多分手にするとですね、まあ、多くの専門家以外の方はですね、おそらく引いてしまう方も多いんじゃないかなと思いますが、これは現実です。実は経済学の壁の中でもこの表現をたくさん使っているわけですけども、まあ、主流非主流というとですね、まあ、主流派が優れていて非主流はなんか優れてないというふうに、まあ、捉えてしまう方もいらっしゃると思います。私はそういう感じでは使ってません、たまたまその今経済学会で主流となっている学科と、でまあ、特にそれ標準経済学というふうにも言ったりしまして、で実は今こう、まあ、この書店にもたくさん本があると思いますけど、経済学の入門書を手にするとですね、この標準経済学をベースにいろいろ基礎概念とか、定理とかですね、について説明している本が大半ですね。で大学に普通に入って勉強するのも高校です。で、まあ、それを流派で言えば新古典派経済学とかゲーム理論なんかが中心だ。非主流派って何か、まあ、異端派とも言いますけども、まあ、簡単に主流派以外の学科というだけです。で今で言えばですね、まあ、マルクス経済学とか制度派経済学なんてのはそこに入ります。ただし注意点はですね、この学者の方々は別に、まあ、それは分かっている話かもしれませんが、自分でですね、私は主流派ですとかですね、非主流派ですなんてことは絶対言えません。実態こうだというだけのことであって、ですので例えば大学の講座でですね、4月ぐらいから授業が始まると思うんですけども、で私は主流派ですなんてことを言う先生もいませんし、私は異端派ですなんてことを言う方もいらっしゃいません。 ですのでちょっと聞いた話はですけども、ね、実はマルクス経済学が専門 とする先生なんだと。でゼミも開講していてある大学 でじゃあ日本経済入門みたいな感じのゼミなので、で入ってみたらいきなり資本論を読まされたみたいな感じがあってですね、ちょっとそれはさすがにフェアじゃないんじゃないかなという気がします。なのでそんなに人を騙すようなことをして引き込んじゃいけないなと思います。それはもう私はマルクス経済学のこういう立場ですと、でこういう形で資本論を読んでいきますって言った上でやっぱりゼミ生を募集してほしいなと思いますが、実はそういう、つまり逆に言うそれだけ語りが狭い思いをしてるんだということかもしれません。で歴史を振り返れば、まあ、冷戦時代まではですね、マルクス経済学というのは、まあ、新古典派と並んで、まあ、主流派の位置、さっき言いましたように東大でも半分ぐらいでした講座の数。ところが、まあ、冷戦が終わってですね、マルケイというのはもう明らかにこれ共産主義の、
まあ、どっちかというとイデオロギーに近いなというふうに思われてしまったんですね。で、大学の中でもだんだん経済学部の中まででもですね、そういう先生方の居場所がどん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 奪われてしまって現在に至っているということですね。で、まあ、古参の今の主流派の経済学者の一人は、まあ、現在も新古典派経済学っていうのが主流派で、これ一色の状態なんですけども、これはもう主流派による勝利だと、ですので、非主流派の経済学はもう負けたんだから、もうそんなもん変える必要ないというふうにこう真顔でおっしゃいます。まあ、なんか嫌な思いをしたのかなと思ったりするんですけども、いずれにしてもそんなことをおっしゃる方も一部いらっしゃいます。まあ、250年間の間でいろいろ変化してきたと。で、これは経済学の壁を読んでいただけると、かなりこの辺の流れは簡単ですけど分かるようになっているつもりです。で、ポイントはですね、この古典派経済学っていう一番古いわけですけど、まあ、ラム・スミスから始まって、250年の間にいろいろ色分けしているうちに、今はこの新古典派というところにつながるところがもうほとんど中心になっていて、そこにまあゲーム理論とか行動主義の行動経済学、この辺りくっついてる形ですね。で、ケインズ経済学もまあ生き残っているんですけど、影が相当薄くなってしまって、まあ、これ伝統的なケインズ経済学という意味です。だからこの辺がもうメインになっているなということを、まあ、頭に入れてください。で、もうちょっとこれを簡単にしたのがこの図でして、先ほどの説明に重なりましたけども、まあ社会主義諸国が崩壊するまでの間は、まあ、まさにこう右と左、これ右と左で言うと逆になっちゃってますけど、右と左ですね、まさにこう近代経済学とマルクス経済学が拮抗して、で、近代経済学の中には新古典派のミクロと、それから伝統的なマクロ経済学であるケインズ経済学と、ですので世代によってはこの辺を勉強されたという方が非常に多いんじゃないかと思います。で、マルクス経済学もあったと。で、異端派、ただ異端派もやっぱりよく中身を見ていくと、どっちかっていうとマルクス経済学よりというんですかね、新古典派を批判するような形の学科が多いと。まあ、この辺はまた本の中に書いてますので、ご興味ある方は読んでいただければと思います。で、じゃあ現在どうなってるかっていうと、こんな感じですね。まあ、新古典派っていうのがまあドーンと真ん中にあって、そこにゲーム理論とか行動経済学たりが新興勢力としてくっついてきてる。で、ケインズ経済学も一応あるんだけど、まあ、マクロ経済学で、ここのポイントはですね、前の図ではですね、新古典派というのはミクロ経済学だけだったんですけども、いわゆる新古典派経済学のマクロ経済学の方にももう介入してきているんですね。もうこれ統一しちゃおうという動きになっていまして、学会だけで見ると、まあ、完全にもう統合されてしまっていると言ってもいいと思います。ただ学部レベルだと、まあ、マクロ経済学ということで、経済学は引き続き教わって、まあ、教えられていますけども、今やここにほとんどが集中しているという状態ですので、パッとこう入門書を手に取ると、この辺の説明がしてあるものがとうとう出ているという状態なので、なかなかちょっとこう一般の方が急に入ってくるとなんか分かりづらいんじゃないかなという気はします。で、ただ、まあ、マルクス経済学もいまだにちゃんと学会もありますし、まあ、イタナ派もこう学んでいると、こんな状態ですね。はい、全般のこれ終わりになりますけども、まあ、主流派の経済学、まあ、もうずっと言ってる話なんですけども、習得すれば十分なのかというとですね、まあ、冒頭で経済学の定義という丸には主流派の定義だというんですが、実はこの先ほど示した丸1、これもですね、厳密に言えばやはりこれ主流派というんですかね、ミクロとマクロに分けて、でマクロ自体は主流派は字がやってませんでしたけども、まあ、それも主流派の枠組みで捉えていこうという流れに、まあ、なってしまっていますので、まあ、この定義一つをとってもですね、多分これマルクス経済学者の人に提供させれば、さっきの、まあ、標準化の話と同じだと思いますけど、全然違う定義になったりすると。意外にだから、まあ、経済学っていうと、非常にこう数式を多用してエレガントで、自然科学に近いんじゃないかなというイメージを持っている方多いと思いますけど、実は非常に統派性が強い。統派性っていうのはちょっとこれマルクス経済学の言葉なんで誤解招くとまずいんですけど、まあ、統派性というか、まあ、学派っていうんですかね、考え方がそれぞれ違うんだと。ただ、まあ、現在の経済学に属する大学教員の大半の方は主流派なんで、どうしてもですね、大学に入って4年間勉強してもですね、まあ、それについて、まあ、特定の考え方に基づくものを習得して終わってしまうと、でそれはそれで別に主流派ですので、それはそれで別に無駄にはならないと思いますが、ちょっとやっぱかなり偏りがあるんじゃないかなと
大学教育をめぐって学会というか大学の先生としてあれだけの話せがあるのにもかかわらず大学に入るとなんかそういうことになってたりとか、あとさっきの極端な話で丸付け大の看板を隠して学生を集めたりっていう、こう客のことが起きたりっていうので、これ両方とも良くないんじゃないかなというふうに私は思います。ただまあ皆さん別に学生さんではないとすればですね、別にそんなことにこだわらなくて、まあいい主流派と主流派興味を持ったりですね、中身を知っていろんな考え方があるんだということを知っておけばですね、まあ、物差しといいますかレンズといいますか、そういうものが非常にこう豊かになるので、まあ、いいんじゃないかなというふうに、思います。